おい、あんた、リビアのゲラルトだな。何か用か？俺が？何も。俺はハンサム・ジャック。すべてを手に入れた男だ。逆にあんたが何か手に入れたいかと思ってな。具体的に何が手に入るんだ？具体的に？この素敵な宿のお客が望むものなら何でもだ。腹を痛めないちょっとした食事から一服で天に昇れるようなフィスティックまで。一度なんかいい女を連れてきたこともある。ある入居者が何かの出し過ぎで体調を崩したって文句言ってたよ。わかるだろ、壁の向こうじゃ俺なんか下っ端の雑用係だ。だけどこっちには別の世界があって俺は王様なのさ。特に思い浮かばないな。よく考えてみな。欲しいものがないやつなんていない。それだけ長く生きてりゃわかるだろう。俺を知ってるのか？知ってる？いや、知るわけないさ。知ってるのはあんたが俺と同じ洗濯係に配属されたこと、それにどんな悪いことをやって入れられたか。というかここにいる全員についてそれぐらいは知ってるよ。ほう、何を知ってるか、いや知ってるつもりか教えてほしいな。公爵に雇われてボークレールの殺人鬼を探したんだろ。殺人鬼を見つけたと思ったらそいつがアナリエッタの姉を殺した。しかもそいつは消えちまった。この地上から煙のように、いやこの場合は霧になって消えたと言った方が正確だよな。うん、なかなかよく知ってるな。この犬小屋では間違いなく一番物知りさ。あんたに判決が下るまで公爵はずっと不機嫌だろうよ。今までは姉のことなんて少しも気にかけてなかったくせにな。それほど物知りなら最後に一つ教えてくれないか。俺への判決はどんな内容になる？誰にもわからん。アナリエッタは極度の気まぐれだ。その時たまたま左右どっちの胸が痒くなったかで変わる。だけど逃げるのだけはおすすめしないな。ここにいれば多くの囚人の一人に過ぎないが、逃げ出せば死ぬまで追われることになるぞ。お前はなぜここに？いろいろあったのさ。家もなく屋根の下で冬を越すためにある店に強盗に入った。今考えると最悪の間違いだったよ。判決は罰金刑だ。とても払えない額で、それが分かると鞭打ちに変更された。ケツが取れるかと思ったよ。その後は路線を変えて大物を狙ったいたずらを始めた。ボビュー伯爵のオス馬の尻尾を切って1年半牢屋で暮らした。その次はもっとでかい、偉大なことでなきゃいけないと思って狙う相手は慎重に選んだ。ラステイク元帥だ。奴の兜を俺のケツ直送の新鮮なクソでいっぱいにしてやった。それで3年間ただで飯付きの部屋にありつけた。ここを出たらまた次のいたずらを考えなきゃな。人生をかけてこの仕事を極めるつもりさ。洗濯係を命じられたんだったな。さっさと終わらせよう。ああ行こう。俺としてはこの係になってよかったよ。汚いボロ布は干すとひどい匂いがするがすぐ慣れる。それに仕事をするともらえるパンが増えるのさ。だから言ってやった。食わされるか知ってるか？俺を怒らせるとは知らんな。俺じゃない。厨房から漏れてくる匂いを嗅ぐ限り草でも食ってた方がマシなのは確かだ。うちにそう言ったのか？そうさ。それ以来あの食べ物を売った罪で捕まえていて。ノルス相当不自由な食べ物って言わないの？よくやってくれたな。俺もあのクソ野郎に我慢ならなかったんだ。熟成された肉だぞ。お前の熟成肉でトゥサンの住民の半分が川屋にこもったんだぞ。だったら農民に売ればよかった。悪くない。壁に飾るとするか。
見てんじゃねえよ。キャバレーじゃないんだぞ。やるのか。何をかける。ふざけてやがる。勝てもしないくせに一人前に商品が気になるのかよ。お前が着てるボロ布をかけろ。俺が勝ったら。パンをやる。ステファンのために取っといたが、腹が減っても死にはしない。ステファン？お前には関係ないだろう。それでやるのか。やろう。よし、カードを出しな。てくれたな、この野郎。これでステファンは腹ペコだ。悪いな。おい、聞いたか。悪いなだと。この牢屋じゃもう誰もお前と勝負しねえよ。転んで頭を打たないようにせいぜい気をつけな。ああ、そうするよ。中に入れろ。俺が洗剤と水を入れる。
でボロ布をかき混ぜろ。もうすぐ湯が沸くぞ。ガキの味方が牢屋に入れられるとはな。どうなってんだ。おやおや、公爵のお気に入りが一体どうしてこんな目に遭ってるんだ。失せろ、俺は忙しいんだ。聞いたか、お忙しいんだとよ。悪いが話をつけるまではどけねえな。この顔を忘れてないよな、靴磨きの用心棒さんよ。話があるならどうぞ、俺は終わった頃に戻るよ。そうか、頼りになるやつだな、ジャック。ここは監獄の中だ。大事なことはただ一つ、自分が生き残ることさ。誰も他人のことには首を突っ込まない。おー、かわいそうに一人置いていかれるなんて。よせ、もっと前向きに役に立つことをするんだ。はい、選択をやります。でないと懲罰貿易になる。おい、こいつ、俺たちを魔法にかける気だ。だがそんな子供騙しは無駄だ。三人一遍を術にかけられないだろう。洗濯板を持て、やっちまえ。無駄だ。俺が左からやる。何の騒ぎだ。何でもない。お前には聞いてない。床で寝てるお前だ。何か言うことはあるか。借金で、滑って転んだんです。こう滑ったのか、石鹸で。ここは石鹸だらけだ。洗濯場ですから。クズめ、お前は独房行きだ。今までの人生で犯してきた過ちを嫌でも反省するぐらい長くいさせてやる。独房に入るほどのことはしてないぞ。黙れ。ミルトンは俺のいとこだった。お前のせいで殺されたんだ。善良な人間の命を救うには公爵の報酬じゃ足りなかったってか。間に合わなかった。不可抗力だ。じゃあ怪物が公爵の姉君を切り裂いた時も間に合わなかったのか。俺が裁判官なら即公使台に送ってやる。それから俺にウィッチャーの術をかけようなどと思うな。最悪の結果を招くぞ。